したってなっとるけどな、ここは。まあでもどうもここらしいです。ということですね。で、ハワイって何なんですかね。近いみたいですから、まあちょっとぐるっと回ってみましょうか。これ何？何の建物ですか？あ、津波避難用のビルなんだ。あ、本当に津波の避難をするため用の建物ってか。あ、やっぱあれですね、静岡らしいよね。こういうのがあるっていうのも静岡らしいじゃ静岡らしいな、ね、こういうふうに、みこちか、こんなんが多分各地にあるんでしょうね。書いてありません。ハングル、英語も津波ね、エバキュレーション、エバキュレーション。ハングルも、す、す、あ、だいたい、す、す、をね、つまらしさを取ったので、つにしますからね。す、す、なみ、す、まあ、そのまま津波ですね。で、ピ、ピナ、まあ、これで避難なんですよね。で、ビ、ビル、ビルディン。ビルディングですか。あ、そういうことだ。ああ。不思議ですね。ね、JA は静岡じゃなくて JA 清水なんですね。まあどっちかというとただの住宅街なんでね。ああでも本当、はい、できましたね。あの大雨が嘘のようですね。生産してるわ。ちなみになんかね、この奥にね、東海大学がやってる水族館なんかもあるらしいですよ。今日ちょっとね、時間の都合でちょっとそっちまで回れそうない感じなんで、ちょっとまた来たいね。こんなところにあるんやねっていう。この辺りはあるい？アロエだ。アロエの栽培なんだ。あ、全部アロエだ。この奥行くと、もう海岸線があるのかな。あ、まだないか。でも松がわーっと植わってるんで、もうその先は海岸線とかが、だいぶ近いんでしょうね。まさに岬って感じですよね。そうだ、あのさっきのところがちょっとね、ショープって言ったらかな、こじんまりとした感じのところだったんで、すっかり締めのね挨拶をするのを忘れてましたけどね。まあこれでね、無事で桜神社と佐久神社をね、お参りしたぞと、いうことで、これできっとうちのね、この動画を見てくださった視聴者様は、きっと、いいね、桜咲く結果になるんじゃないかなと思います。ただね、さすがになんかこれだけだとちょっと弱い気がするじゃないですか。やはり桜咲くね、イコール合格だよってね、日本人のね感覚だったらね、ピンときますけど、まあ、なかなかそこはね、もしかしたらね、ワールドワイドに見てもらってるかもしれませんからね、そうしたらね、桜咲くってね、英語にしたらね、ただね、チェリーブロッサムがね、咲いたよっていうだけの話になっちゃいますから、それだとまずいでしょ。やっぱもうちょっとダイレクトにね、合格したい、ね、試験とかに合格したいよという気持ちをね、伝えないといけないんじゃないかということで、合格しに行きましょう。そうですね、実は静岡県には合格駅っていう駅があるんですよね。
じゃあもう途中でね、これ通ってくる途中のところだったんですけど、金谷って、ね、でしたっけ、っていうね、ところがあって、そこから出てる大井川鉄道でね、駅で合格駅っていうね、まさにあの合格って書いて合格駅っていう駅があるんですよね。行こうかというわけでございまして、まあ、それもあってね、っていうのはたまたま、途中でね、この企画考えてる途中で見つけたんですけどね、あれこんなとこに合格駅がある、じゃあそこも寄ってね、桜咲くで合格もう完璧じゃないですか。もうこの動画見たらもうこれでもうそんなね確実でしょ、ということでね、風強えなそっちの方にもちょっと回ってみたいと思います、大井川鉄道は初めて乗るな。そうするとただあれなかなか電車きついね。ロングシートずっとあの長時間乗るのはきついね、うわー風強い、今までどっち向いて歩いてんだろうね、わからなくなってきた。すごい風、でこんなところ定食屋さんとかもあるんだ。もう今やってないのかな。ぐるっと回ってきて、なんか別の神社から出てきたけど、ここに佐久神社って書いてあったら多いってなるんですよね。これはまた別の神社っぽいですね。いろんな神社がありますね、もしかしたらこっちが佐久神社だと嫌いんで、佐久港まで行っておきましょうか。保険かけてみましょうか。よいしょ。さあ完全にわからんまま歩いてますけどね。あのクレーンが港の方やったよな、まあ、ただこっからその本来乗る予定やったね、水上バスの港はそんなに遠くないはずなんですけどね。そうそうそう、やっぱね水上バスの方が早いみたいね、とか乗ってみたかったんですけどね、水上バスちょっと興味あったんですけどね、残念です、で今どこ歩いてるのか全然わからんな。あれファミマが出てきた。東大入り口、東大があるんだ、これだいぶさっきの近くの方に来てるな。これさっきの通りかな、美保本町。あ、美保本町だからだいぶ南に来たんだ、で東大とかあるんだ、ちょっと海側の方歩こうか、船が止まってますか。まあ船はね、四日市市民たるものは別にそんな船があるからといってはまあ騒ぐことはないんですけど、灯台入り口ってなったけどどこに灯台があるんでしょうね。全然灯台らしいものはないですけど、せっかくだからその灯台はちょっとわからんで、美保の松原でしたっけ、あそっちの方に行ってみましょうか。